でこの後ですね、皆さんで、半分けをしてこの熱気球を飛ばしたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして、南先生の方から先ほど始まりました、6ミクロンの、気球のお話を聞いていただきます。これから皆さんが作るあのゴミ袋なんですけど、厚さが約10ミクロンですね。割と軽いフィルムなんですけど、私が、持ってきたのは、世界で最も薄いと言われる気球のフィルムで、さらに軽いです。3分の1の厚さに。で、今ちょっとこれ、皆さんの前で上がるかどうか、ちょっと実践をしています。Thank you.